竜座ガンマ星は、竜ザで最も明るい恒星で二等星。大々色に輝く巨星であり、直径は太陽の50倍である。太陽の位置に置いた場合、表面が水星の軌道の半分あたりまで達する。現在、巨星化が進んでおり、徐々に増高中でヘリウムの核融合がいずれ始まるものと考えられている。 150万年後、おそらく地球の28光年先を通り過ぎる。シリウスの高度が現在と変わらなければ、前天中最も明るい星になるだろうと考えられている。1728年、天文学者、ジェームズ・ブラッドリーはこの星の年収しさを測定するのを試みていて失敗し、偶然高校差が地球の動きから生じていると発見した。ブラッドリーの発見は、 ニコラウス・コペルニクスが提唱した地球が太陽の周りを公転しているという地動説の立証につながった。ジャコビに流星群の放射点が近くにある。型有名のエルタニンアラビア語でヘビを意味するエール賃ン,ンに由来している。2016年8月21日に国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは エルチニンをリューザガンマ星の固有名として正式に承認した。もともとトレミーがこの星をリューザの頭の部分として描いていたことから、かつてはアラビア語で蛇の塔を意味する言葉にちなんでラスタバンと呼ばれていた。また、旧グリニッジ天文台の天頂を通ることからゼニススターという別名も持つ。ありがとうございます。